クルトゲーデル、クルトゲーデル、カートガードル、1906年4月28日から1978年1月14日は、オーストリア・ハンガリー帝国出身の数学者、論理学者、哲学者である。業績には、完全性定理、不完全性定理及び連続体仮説に関する研究が知られる。1924年、ゲーデルは、 ウィーン大学に入学し、まず物理学を、後に数学を学んだ。そして、1930年には、最初の重要な業績である、第1回術語論理の完全性定理を発表し、学位を得た。テオドール・スコーレム、ジャック・エル・ブランの2名がこれに限りなく等しい成果を出していたものの、ゲーデルが、最終的に誤尾なく完成させた。翌1931年、 ゲーデル数の概念を用い、20世紀の数学基礎論、論理学にとって最も重要な発見とされる不完全性定理を発表した。これはヒルベルトが数学の無矛盾性を証明するために推進したヒルベルトプログラムに関連して研究されたものであるが、数学は自己の無矛盾性を証明できないことを示した不完全定理は、 ヒルベルト学派の主張した有限の立場を忠実に用いて、手法としての超数学を具体化することで、皮肉にもそのプログラムが本質的に不可能であることを暗示するというものであった。不完全性定理は、ジョン・フォン・ノイマンなど東大一流の学者の激賞を受け、人間の理性の限界を示したとも評されている。1940年、ヒルベルトの第一問題。 連続対仮説について、集合論の ZF 氷系が無矛盾ならば、そこに選択氷と一般連続対仮説を加えても無矛盾であるということを証明した。以上がゲーデルの三大業績と呼ばれている。この後、ゲーデルは連続対仮説に関する研究から身を引いた。1963年、ポール公園は ZF 氷系に選択氷と 一般連続体仮説の否定を加えも無矛盾であるということを証明し、ゲーデルの結果と合わせて選択拘理と一般連続体仮説は ZF とは独立である。したがって証明も否定の証明もできないということを示した。この時、ゲーデルはこれは自分がなすべき仕事だったと悔やんだと言われ、講演の仕事を絶賛した。その一方でゲーデルは すべての数学的命題に対して人間は真偽を判定することが可能であると信じていたと言われる。特に連続体仮説に関してはその否定を信じていた。ゲーデルはウィーン大学の講師を務めたが1940年頃にはナチスドイツを逃れるために妻アデルと共にアメリカ合衆国に移住した。ゲーデルは米国の市民権を取得し、 プリンストン高等研究所の教授となった。この研究所では、アインシュタインと家族ぐるみで親密に交流し、物理学や哲学などについて議論を交わした。その結果、アインシュタインの一般相対性理論におけるゲーデル会、1949年を生んだ。この会は非常に奇妙な性質を示したために、アインシュタインをして自身の理論に疑問を抱かせるに至た。 この渡米の際に、新居を購入する偽装工作を余儀なくされたために、人間不信に近い症状が出ていたようである。ゲーデルは英語を選択科目で選んだため語学の問題がなかったが、妻が英語をほとんど話せなかったために、多くのトラブルが生まれたらしい。1948年、ゲーデルはアメリカ市民権を取得する。この時、保証人になを連ねたのがアインシュタインである。 当時、アメリカ市民権を取得するには、米国憲法に関する面接試験が課せられていた。そのため、ゲーデルは、合衆国憲法を一から勉強し始めた。面接当日、ゲーデルは、合衆国憲法が、独裁国家に合法的に移行する、可能性を秘めていくことを発見したと、アインシュタインたちに語り、彼らを当惑させた。そして、移民審査をする判事から、あなたは、 独裁国家、ナチス・ドイツに併合されたオーストリアから来られたのですね。我がアメリカ合衆国では、そのようなことは起きませんから、安心してくださいと言われた際、ゲーデルは即座に、それどころか私はいかにして、そのようなことが起こりうるのかを証明できのですと答えた。そのため、その場に付き添っていたアインシュタインたちが慌てて、場を取り繕うという一幕があった。 1970年代初頭には、ライプニッツによる神の存在証明を宣伝詞として知られる論文を知人に配布した。しかし、その目的が神学論争への加担ではなく、あくまで論理学的な興味の追求にあったため、ゲーデルは誤解を恐れて、生前は公表しなかった。その中でゲーデルはライプニッツの主張について、 氷系を解明しつつ様相論理の手法を用いて明確な定式化を試みた。この論文はゲーデルが没してから9年後の1987年に初めて一般に公開された。晩年は非常に内向的となった。また精神にも失調をきたしており、毒殺されることを恐れるあまり、妻アデルが作った食事以外は自分が調理した食事すら口にしなかった。 その他にも毒ガスによる暗殺を恐れたために冬でも家の窓を開け放っていた。また、人前に出ることはほとんどなく自宅にこもって哲学と論理学の研究を続けていた。最終的にはアデルが病院に入院して自宅を離れていた期間に絶食による飢餓状態となった。すぐに病院に搬送されたがプリンストン病院で死去した。この時、 ゲーデルの体重は65ポンド、約29.5キログラムしかなかった。彼の遺構は、大学時代までに習得した、英語、ドイツ語、および、ガベルスベルガー式速記と呼ばれる、ドイツの古い速記法で書かれているが、その速記法はすでに投下されたタイプであるため、解読が困難であることで知られている。幸い、彼が潔癖で基調面であったため、遺構のほぼすべてが残されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。